今日のヒーロー健志選手にお越しいただきました。いやそれにしてもイーグルスが強い。そうですね、強いですね。今日も先手は取られる形でしたけれども、すぐ追いつく、そしてリードを取られながらもすぐ追いついて、そして逆転をしていく、この強さどこにありますか？そうですね、今本当チームもいい感じでいい風に流れてるんで、まあ、その辺がいいと思いますよね。今日のその展開の中、同点に追いつくあの一打、振り返ってください。そうですね、まあ、ちょっと詰まってたんですけど、飛んだコースが良かったですね。今もこのインタビュー受けながらですね、ものすごい汗かいてますけれども、それだけ何か白熱した、集中した、そんなゲームだったんじゃないですか？そうですね、ただ僕はあんまり守備守ったことないんで、ちょっと緊張して汗が出てるだけなんですよ、はい。まあ、その守備も無難にこなしました。今日はスタメンでの出場でしたね。そうですね、もうスタメンでしたね、はい。さあ、そしてですね、そのヒットが連なる中、今シーズン初めての猛打賞です。はい、よかったです、結果が出せて、はい。その結果が出したことに、今のレフトスタンドの大きな歓声、どうですか？嬉しいですね。そしてこれでチームは4連勝になりました。すぐ上のホークス、すぐ下のライオンズともに負けました。この結果です。まあ、そうですね、まあ、けど、まあ、うちのチームが、まあ、一戦一戦頑張って一勝ずつ積み重ねていけばいいと思いますので、頑張ります。じゃあ明日もその一つ一つを続けてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー健志選手でした。